感情教育は、ギュスターブ・フローベールの長編小説。2月革命前後のパリを舞台に、放課学生、フレデリックの青春を描く。1864年から1869年にかけて執筆され、同年に刊行ボバリー夫人、サランボーに続く3作目の長編小説。1840年、 大学入学試験に合格したばかりの18歳の青年フレデリック・モローは、郷里へと向かう戦場で、美術賞、ジャック・アルヌーと出会い、彼の妻マリアルヌーに一目ぼれをする。2ヶ月を郷里で過ごしたフレデリックは、パリに出て、アルヌー夫人の面影を胸に秘めつつ、親友で、野心家のデローリへ、かつての旧友で充足した生活を送っている、マルチノン、上流の出だが品のない指示。 数学の復習教師で、共和主義者のセネカルといった面々と交流しながら、倦体した都会生活を送る。そんな中、学生団体と警官との衝突に巻き込まれた、流行品店の店員、デュサルディエを共同して助けたことから、流行新聞を手掛けているユソンネと知り合い、彼のつてで、アルネーの美術工芸店へ出入りすることができるようになる。ここで才能のないガカペルラン。 シトアイアンと、あだなされるルジャンバールらと知り合うとともに、アルヌー家に親しく出入りし、アルヌー夫人への恋のきっかけを探ろうとする。しかし、帰郷したフレデリックは、母親から家の財政状態が思わしくないことを告げられ、パリでの生活も輝かしい将来への希望も諦めなければならなくなる。フレデリックは、アルヌー夫人を思い切り、近所に住む土地管理人の娘、 ルイズの遊び相手になってやりながら、失意のうちに数年を過ごす。しかしながら1845年の暮れ、突然おじの死去の手紙が舞い込み、彼が遺言なしで死んだためにフレデリックは、全財産を、相続、2万7千リーブルの年収を得る境遇になる。希望を取り戻したフレデリックは再びパリに出て、友人たちとの交流を復活させ、 商売の失敗で没落しつつあったアルヌー家とも、急行を取り戻す。熱心に、アルヌー家に通い、気を得て、アルヌー夫人へ愛を打ち明けることができたフレデリックは、やがてついに夫人に、愛引きの約束を取り付ける。そのために特別に部屋を借りておいた、フレデリックだったが、ちょうど夫人の子供が病気にかかり、これを不定への転罰と捉えた夫人は、彼との約束を不意にしてしまう。 その日は、折しも1848年2月23日、パリで2月革命が勃発した日であった。革命を境に、人々の生活も変わっていく。フレデリックは、アルヌー夫人への失意から社交家のロザネットの恋人となり、デローリエにそそのかされて大義士への出馬を検討して、失敗し、県政家のダンブルーズ家では、保守的な意見を述べ、権力を求めて、 ダンブルーズ夫人の丈夫となり、友人たちとは疎遠になっていく。一方、陶器工場の経営に頓挫したアルヌー家は破産に陥る。フレデリックは、なんとか球場を救ってやろうと金を工面するも、間に合わず、アルヌー夫人は夫、子供と共に去っていってしまう。フレデリックは、ロザネットにも、ダンブルーズ夫人にも嫌気がさし、家庭的な幸福を求めて、 自分に思いを寄せていたはずのルイズ城に会いに、故郷へ向かう。しかし、帰郷した、彼が見たのは、フレデリックの親友でローリエとルイズとの結婚式だった。そうしてフレデリックは、社交会に出入りしながら、無意のうちに歳月を過ごし、若さを失っていった。1867年3月、彼の元に突如として、アルヌ夫人が訪れる。二人は過ぎ去った恋を語り合い、 彼女は白くなった髪を数さぎり取って渡し、最後の別れを告げる。その冬、フレデリックは仲直りした、デローリーへと青春の思い出を語り合う。まだ中学生だった時、二人でこっそり昇華を訪れて、しかし、恐れをなして、すぐに逃げてきたことがあった。二人は長々とこのことを語り合い、あの頃が一番良かったな、と外談する。 フロベールは1864年9月から1869年5月にかけてこの作品を執筆したが、彼がまだ20代だった1843年から1845年の間にも、この作品の原型であり、同タイトルの小説、感情教育を執筆している。その後政治的な動乱を経験したフロベールは、構想を練り直してこの作品を完成させた。小説で、 主人公が思いを寄せるアルヌー夫人は、エリザ・フーコーという実在の人物がモデルになっていると言われてきた。彼女は、モーリス・シュレザンジェと結婚し一男かずを生んだ。モーリスは、音楽関係の出版を手掛けていた人物だった。フロベールは1836年、まだ15歳だった時に、ノルマンディで夫人に出会い、激しい恋心を抱いた。 フロベールと夫人との間に実際に恋愛関係があったのか定かではないが、フロベールと夫妻との付き合いはその後何十年も続いた。感情教育執筆中の1867年にも、夫人がクロワッセにあるフロベールの家を訪れており、作品の最後の場面はこの出来事を元にしたものとの推測もある。ありがとうございます。